に、権力、威厳が夫を上回っている家庭を指す。唐風と並んで、上州名物と言われる。かつて、上州と呼ばれた地域は、養産業が盛んであり、妻の経済力が夫より高い家庭が多かった、ことによる。2015年4月24日、文化庁は、日本遺産の最初の十八件の一つとして、カカア殿下、群馬の絹物語を選んだと発表した。 本来は、夫が出かけている間の家を守る強い妻や、うちのカカアは、天下一の意味であるが、夫を尻に敷く強い妻という意味で使われることが、ほとんどで、停止関白の待機語として用いられることがある。カカア殿下が、上州の名物とされる理由として、上州の女性は、養蚕、生死、織物といった、絹産業の担い手であり、 男性よりも高い経済力があったことが挙げられる。雷や空っ風といった上州の厳しい気象環境や気象の荒い上州人気質に対する印象から活発で働き者の上州女性を表す言葉として用いられる。考古学では噛みつけのく化方名の妻がカカア殿下との関連で引き合いに出される。東北へぞに追い詰められ弱腰になっている方名に対し、 酒を飲ませ、叱った激励するとともに、自分たちは弓を持ち、弦を鳴らすことで、相手に大軍が来たと錯覚させる基地を行い、手助けをした。古墳時代における、抜子の風習からも、女性が課長となり得たのは、五世紀までと考えられており、女性の立場が強いのはその名残とも考えられる。ありがとうございます。